さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。先週この間9月21日、はい、パフューム研究員メジャーデビュー記念日おめでとうございます。そしてツアーも始まったよ、長野ツーデイズを使って。はい、今夜は今の3人デビュー前のパフュームに伝えられることを研究していきます。パフューム6、ラジオネームゆずゆうからの依頼、メンバーの意味不明な行動を研究せよ。そんな意味不明なことやってますかね。あるかな。まあ、でも大体わかるよね。そうそうそう、なんか、うん、あの意味不明っていうよりは、あ、はいはい、いつもそういう時そうだよねってなるもんね。確かにね、うん、もう普通の人から見ても、うん、意味不明だよってなっても、うん、うちら的にはまあ、うん、全然わかったりとか、うん、そうあるよね、うん、理解しちゃうよね。ね、不思議がられることもあるけどね。うん、あ、うん、そういえば、うん、どのツアーの時だったかな、ノッチが、うん、現場から帰る時に、うん、現場のスリッパのまま帰ってたんだけどさあれって何だったの。あー、その話。なんかさ毎日のように一緒に現場にいて、毎日のようにスリッパ履いて履き替えて帰るのに、うんうんうん、なんかスリッパのまま帰ってて、うん、それ何やってんだろうなと思って。 あれはさスニーカーで行ってたんだけど、会場に、うんうんうん、でその日履いてた靴下を会場で洗濯してもらっちゃったのよ。なるほど。だから履いて帰る靴下がなくなっちゃって、うん、裸足でスニーカー履いて帰るのもなって思ったから、うん、まあ、次の日もその会場ね、 2days だから行くし、うん、じゃあ今日スリッパで帰って明日またスリッパで来るんで、そしたら洗濯したてホヤホヤの靴下で次の日お家に帰れるって、そういう話だよな。いやもう現場マネージャーに、あのつさん明日スリッパ必ず持ってきてくださいね念押しされてたよね。若い男に部屋入る直前にもね、かなり念押しされてたよね。明日明日分かってますよね。なさスリッパみたいな。はいはい、持ってきますね。大丈夫です。若い子に面白い。靴下が原因でスリッパで行ってたのね。そうそうそう、なるほどね。そうなんだ、そういうことだったのか。あ、そういえばさ、うんうん、最近雑誌の撮影で、うんうんうん、なんかメイクさんもちろんついてて、ヘアさんもついてて、いつもと違うスタイリストさんがついてて、うん、それでネイルさんもついてる時があったんだよ。あ、あったね。あったね。うん、あ、じゃあネイルさんついてるんだったらって言って、私もネイルこう変えていただいて、うん、で、マニキュアとかもその時の、指定のやつ、うん、あってさ、塗っていただいてさ、うんうん、やっていただいたんだけどさ、うん、ネイルさんいるのに、のっち、前日にネイル行ってたよね。あれ何だったの。ええ、何、何用のネイル。ネイルさんいるよ、明日塗ってもらえるよなのに、明日それ用の指定があるからネイルさんが来るよなのに、じゃあネイル行ってくるわとか言って。確かに鬼忙しい時に、鬼忙しい時に前日、うん、うん、急いでネイルに行った。行ったよね。あれなんだろう、あれはもう、うん、その雑誌のネイルさんに見せられるほどの爪ではなかった。ちょっと本当に現場でケアするにはちょっと時間が手に負えないほどのボロボロさだったから、もう、あ、じゃあこれね、マニキュアサササって塗るで済むねぐらいにしておきたくて、もうジェルをネイルさんに見せる前の段階を作ってたってことね。そう、服を買いに行く服がないみたいな状態でネイルをしてもらうネイルがなかったのよ。なかったのね、ネイルベッドがなくて。そう、なんでネイルベッド作りに急いで、鬼忙しい時に。いや信じられない。だって次の日にそのネイルさんにやってもらった時、3人ともジェルなんですねって言われて、えって言われて、よっ、お、
って、いつもノッチさんはマニキュアだけどなってなったけど、なんかそのなんかが傷つけちゃ悪いなと思って、おほいとチラって見たらなんか綺麗に透明なのなんかジェルやってたから、え、そうそう、これを言ったんだ、そういうことだったんだよ、そうなんだ、うん、面白い ね。あ、そういえばさ、うん、この間台湾行ったじゃん、うん、あのメイデイさんにお呼ばれしてもら、うん、呼んでもらって、ね、スーパースリッパっていう台湾の大きいフェス出たんだけど、うん、その次の日とそのまた次の日2日間台湾で家族と一緒に遊びほうけたじゃん、うんうん、遊びほうけた、あん時に夜市行ったでしょ、行ったそうで射的やったじゃん、やった3人で一緒にやったじゃん、楽しかった、うん、あれなんで歌集家は運動音痴だなはずなのに一番成績が良かったのかなってなんだろうね、私確かに、ね、普段こうゲームとかでこう、うんうんうん、バガいてるもんね、そうそうそう、やったりとかしてるけど、うん、全然ダメだった、うん、でライブの次の日の夜でめちゃめちゃ疲れてて集中力もそんなにないはずなのに、うん、確かになんであんなに歌集家成績が良かったのかなと思ってあれね、うん、なんだろうね、なんか、うん、ああいうのになるとなんか真面目な性格出るんだよね遊びなのに一発目外れたらなんで外れたか、あ、なるほど、銃口がちょっと下に下がってたからですね回ってくるタイミングと場所と銃口の高さ、よし次行ってみましょう、あ、入りましたね、じゃあやっぱ回ってくるタイミングがぴったりな、ここがいいんですねっていうのをなんか研究しちゃうんだろうね、はあ、できなかった、当たった、やったとかじゃなくて、なんかそこで真面目出ちゃうっていう勉強家なんだね、いや、それで言うとさ、あのなんか3人と、うん、親ら3人みんなで6人やったじゃないですか、やったやった、それでなんかうちの母も結構いい成績で、うん、ね、でほんでなんかこうみんな分みたいな感じで、うん、ちょなんかワニのやつで、うんうん、ワニが8個みたいな、うん、こうパキってこうやって1個ずつこうやって押していって、うん、でその押したやつが外れだとガブってかばれるみたいな、うんうん、ああいう昔からあるおもちゃあるね、うん、あのなんかでっかいやつを、うん、なんか景品として、うんうん、なんかもらったんだよ、もらった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 、うん、あれどうした、あれのっちんちにあるあれ、あ、それうちにある、あれそうなの、そうじゃん、持って帰りたいんだけど、そうだ、あーちゃん入んない、キャリーバッグ入らんっつって、うん、で私、うん、余裕あるから入れて帰るよっつって、あ、それか、そうだ、そうそう、でそのキャリーバッグ、うん、まだ開いたまま、うん、置いてあるから、いや、どんだけ取ってんのそこに綺麗に収まってるよ、うん、あ、ほんと、まだ捨ててない、捨ててないよ、あ、よかった、うん、もう断捨離の数値パーンパーンもうなくなってるいらんってってなってかなと、うん、今度ちょっと持ってきてもらえる、明日持ってくるね、うん、頼む、うん、Ladies and gentlemen, boys and girls, Perfume Lux starring Perfume。 皆さんこんばんは、歌集家です、どっちです、あーちゃんです、3人合わせて Perfume です、よろしくお願いします。Perfume セブンスツアー2018フューチャーポップスタートしています、はい、しています、長野が終わりまして、はい、次は9月29日30日の大阪ですね、はい、あ、みんな楽しみに待っていてください。ラジオネーム東京ボーイからの依頼、デビュー前の Perfume に今伝えられることを研究せよ。9月21日、うん、Perfume のメジャーデビュー記念日でしたね、うんうん、そんなデビュー前の Perfume に伝えられることといえば、おい、デビュー前のパフューム、髪の毛変えないの正解だぞーい。サクリサクリもうネタにしてるじゃん、めちゃった、ほんまや、早いな、ほんまや、いや今ツアー始まったとこなんですよ、もうちょい威厳を威厳を保ってほしいです、未来は食べやばやっちゃってるじゃんっ
けるね。髪型の話ね。うん、大事だったやっぱり。そうだね、うん、こんなにアイコンとして受け入れられると思ってなかったからね、まだ。そうだね、うん、うん、言っといた方がいいかな。変えずにいてお願いです、うん、はいはい、以上ですか。いいかもしれない。も急に引きましたよ。終わりってなっちゃったけど。じゃあ次歌手か。おーい、デビュー前のパフィーム。上京したら名前が英語になるけど間違いなく良かったから。これに関しては、うん、もうその通り、その通り、本当にもうひらがなのままだとインディーズ感強め、強め。パフューム。30歳まで続くと思ってなかったから ね当時ね。本当にでも30になってみてひらがなじゃなくてよかったって。そうだね、海外に行ったし。会長ありがとう、本当よ、うん、そうだね、もう上京して、うん、そのそれこそ寮に入って、うん、アーティスト写真撮りに行った時には、うん、もう英語表記になってて、うんうん、えってなって、私たちひらがななのにみたいな、あれ、ほんと有無も言わさずって感じだったよね、うん、そのなんか報告とか欲しかったよね、正直ね、変えていいですかみたいなね、よね。すごいプライド持ってひらがなでやってたんで、そうだって中三角でプライド持ってやってたのに、うん、だからそれも最初の頃はあんまり話せなかったもん、うんうんうん、それについてね、そう、うん、ね、でもまあ2年ぐらい経って自己だろみたいな、こっちは思いがあったんだよみたいなことで、これで別に今売れてるわけじゃないしみたいな、言わせてもらいますわみたいなことで言ってたじゃん。そうだね、そうだよね。いや、これは本当言っといてほしかった。本当はね、うん、でもよかった、うん、本当によかったよ。そうだね、うん、ありがたい、ありがたい、ありがとう。え、以上みたいな。そう、シリケルトームやめてくんね。じゃあ次、あちゃん。おーい、デビュー前のパフューム。サンシャイン池袋でやったメジャーデビューのあのイベント、うん、結構テレビに映るから気をつけて。いや、あんなに映るとは思ってないでしょ。あの時の写真めっちゃ使われたもん。そうでしょ。いや、その後私たち結構活動してますけど、なんでその写真ってなるよね。そう、もう張り切って、うん、多分徳間さんが呼んでくださったんだろうね、うん、いろんな新聞社や、うん、雑誌社や、うん、その今ほどねネットはそんな発達してなかったので、うんうん、あれですけど、うん、もうとにかく報道の人たちいっぱいいたんですよ、うんうん、で、あのなんかサイバーの洋服着て、うん、宮本ガルの片方レザー片方ノースリー、うん、なんかわからんナイトフライトの時のいらっしゃいませみたいなポーズして、うん、撮ったんですよ。あのスリットバン入ってるやつ、もうめちゃくちゃ使われるよね。使われる、使われてたね。あの写真を持ってるんだろうね、みんな、あの時の。そうか。更新してしてほしい。あれ2005年だから。うん、10代だから。うん、もう13年経ってんで、うん、こっち30代突入してるんで。こっちだいぶ状況変わってんでね。そうなんだよな。頼むわ、これはちょっと言っときたかったね。あ、好きした。うん、じゃあ最後にスクールオブロックデビュー前の足様教頭に私たちからメッセージを送りたいと思います。おーい、スクールオブロックデビュー前の足澤教頭、就任早々に前歯をいじられるぞーい。今付き合ってるまぶちと結婚するぞー。なんだかんだ言ってもちゃんと生徒に愛されるから安心しろよーい。ゆうちゃんパープじゃないよ。なんだかんだってどういう。なんだかんだってどういう。なんだかんだっていうことは、いや、なんだかんだあるってことでしょ。それは教頭、何よ、入る前の話だから、うん、いきなり教頭先生がね、はい、2代目から3代目変わるっつってみんなどういう人組んだろうって。あ、まあ戸惑いがあったりね、信頼とかも最初ないわけじゃん、まあ、そういうなんだかんだを経てもちゃんと愛されるってことを言ってるでしょ。あ、そういうことなんだ。そうでしょ。ちょっとさっきの蔵出しから僕ちょっと人のこと疑ってるからさ、もうね。いやいや、若干さ、ファミウム研究に関係ないから。関係ねえか。そうだ、そうか、そうか。いや、そうですか、ありがとうございます。わざわざ送っていただいて、嫁の名前まで出していただいて。嫁も喜んでおります、ありがとうございます。
いやーこれそうだね、改めてね、Perfume研究メジャーデビューから13周年、はい、いいのかな、うん、さっきだからさ話もしてたけど、あのサンシャイン池袋でのライブでの話、はいはいはい、2007年かな、うん、名前の発売のクイックジャパンっていう雑誌、おお、クイックジャパンね、研究員が初めて表紙になったやつ、うん、すごい、俺もちろんそれ家にもまだあんだけども、そこの中でインタビューとともにそのサンシャイン池袋での、はい、あの模様、おーおーおー、写真とか載ってて、はいはい、もちろん俺その場には行ってないんだけど、うん、その時の話をなんか今時時空を超えてたね、ここで聞けることがすごく嬉しくてだね、そうか、なるほどね、そう、うんうんうん、13年か、早いね、10周年がこの間だった気したけどね、パパ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 からね、あそうか、そう、あれ言うことめっちゃ難かった、あの言い方、あれ2015年だから、そうか、うん、めでたいね、うん、でそんな中ね、ツアーももうフューチャーポップツアースタートしていて、はい、長野 2days からの今週末土日が大阪城ホール、うん、でさらに追加公演発表になってて、はいはいはい、横浜アリーナでこれ全部で3日間、28、29、うん、で大晦日の31日がファンクラブの PTA 会員限定のカウントダウンライブ、楽しそうだな、でさらに、来年年明け早春、うん、春からはもうアジアと北米ツアーがこれ始まるらしくてさ、止まらないね、またどこまでも進んでいくパフィーム研究員、はい、改めてこれからもねよろしくお願いしたいね、スクローブロックともどもね、うん、ありがとう。朝のこの時間はスクローブロック、進路室の大王アレキサンドロス先生が登場、アレキサンドロックス。